いよいよ始まるぞ。口寄せ江戸魔像。ここはやらせない。お前の相手は俺だ。飛んだか。早いな。だが九尾はいずれ俺のものになる。分かってる。四季封じ。この半隠れの里に渦巻きナルトという火影を目指す一人の少年があった。孤児のナルトは忌まわしき九尾をその身に宿しているがため、里の者に認めてもらえぬ寂しき存在であった。ゆえにナルトは己の存在を他人に知らしめるためいたずらを続け、人の注目を浴びていた。しかし時に度を過ぎたいたずらは大騒動になってしまう。
木陰を目指すナルトであったが、アカデミーの卒業試験には何度も落第していた。そんな折、アカデミーの教師水木はナルトにとある秘密を教える。それは、火影の屋敷に眠る封印の書を盗み出し、書に記された術を覚えればアカデミーを卒業できるというもの。ナルトは意気揚々と屋敷へ向かうが、火影の屋敷から封印の書を盗み出したナルト。しかし、封印の書に記されし禁術は極めて危険なものである。三代目火影はすぐにナルト捕獲の命を出すのだった。逃亡を続けるナルト。そこに
水木が現れ、ことの真実を語る。水木はナルトを騙し、封印の書を手に入れようと画策していたのだ。ナルトを手にかけようと襲いかかる水木、絶体絶命のナルト。そこに現れたのは恩師イルカであった。水木の攻撃から身を挺し、満身創痍ながらそれでもナルトを守り続けた。その姿に戦う意志を固めたナルトはついに叫び、水木に挑む。水木を倒したナルトはイルカによってこの葉隠れの忍びとして認められる。そう、忍びとしての物語がここより始まったのである。